市ヶ谷駅。市ヶ谷駅は、東京都千代田区、新宿区にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東京地下鉄、東京メトロ、東京都交通局、都営地下鉄の駅である。JR 東日本と東京メトロの駅は、市ヶ谷、都営地下鉄の駅は、市ヶ谷と表記する。所在地は、JR 東日本が、千代田区五番町、東京メトロが、 新宿区一ヶ谷田町一丁目、都営地下鉄が千代田区区段南四丁目である。JR 東日本、東京メトロ及び都営地下鉄の計算車が乗り入れ、接続駅となっている。南北線を挟んだ接続以外は容易に乗り換えられる。南北線と JR 中央、総武線との乗り換えは、隣の飯田橋もしくは四谷の方が便利。 南北線と有楽町線の乗り換えは、隣の飯田橋の方が便利である。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、中央本線であるが、東駅には観光線を走る、中央、総武線各駅停車のみが停車する。また、特定特殊内制度における、東京都区内を呼び、東京山手線内属しており、各路線ごとに、駅番号が付与されている。地下鉄は、 有楽町線と南北線、新宿線の3路線が乗り入れており、各路線ごとに駅番号が付与されている。東京メトロの駅に乗り入れている路線では、有楽町線の列車は池袋駅方面の電車において、東武東上線を呼び、西武池袋線と南北線の列車は、東急目黒線と埼玉高速鉄道線、埼玉スタジアム線との3直通運転をそれぞれ実施している。 都営地下鉄新宿線では多くの列車が新宿駅を経由して京王線への総合直通運転を実施している。当駅は三社局が乗り入れる駅であり、日本でも当駅だけの三社局全走5間の連絡改札口がある。東京メトロ JR 東日本間の連絡改札口は JR 東日本の管理、都営地下鉄、東京メトロ JR 東日本間の 連絡改札口は都営地下鉄の管理である。いずれも乗り継ぎ自動生産機が設置されている。連絡改札自動化の実験として、2枚連続、投入式、重ねて同時に投入するのではなく1枚ずつ続けて、投入の改札機の実用試験が JR 東日本によって行われ、そのまま本採用となった、後に更新されている。また、東京都交通局、 東京メトロ間の連絡改札口に自動乗り継ぎ生産機が設置されたのは当駅が最初である。2013年3月16日より、都営地下鉄東京メトロ間の連絡改札口を経由して、相手方の駅構内を通過できる駅構内通過サービスが導入された。島式ホーム一面二線を持つ地上駅で京上駅舎を有している。出口は、 新宿寄りに一箇所ある。他に地下鉄各線への乗り換え口がある。千代田区最西,西端の駅である。当駅は、運賃計算において、東京山手線内の駅であるが、山手線電車の停車駅である。神田駅、キロほど4.5キロメートル。秋葉原駅、4.1キロメートル。代々木駅、3.8キロメートルのほぼ中間に所在する。ホームは、 外堀の真横にあり、外堀には、釣り堀もある。特に桜が満開となる、時期の景観は美しい。出店、JR 東日本、駅構内図、有楽町線、南北線それぞれに島式ホーム一面二線を有する、地下駅で、有楽町線のホームには、可動式ホーム柵が、南北線のホームには、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。構内に、 南北線有楽町線間の連絡線が存在し、南北線及び乗り入れ先の埼玉高速鉄道の車両が検査で綾瀬工場などへ改装される際に使用される。半蔵門専用車両の更新工事では、東京急行電鉄各線と南北線を経由し、この連絡線を経由して新木橋 c r へ改装する際にも用いられている。なお、 当該連絡線設置に伴い2番線の停止位置、目標は、工事町側に移動した。有楽町線と南北線の間は豪車によって差が出る上に、エレベーターが完全に整備されていないこともあり、極力隣の飯田橋での乗り換えの方が良い。飯田橋だと豪車による距離に差が出ない上に、エレベーターが整備されている。有楽町線の池袋方向に留置線、9。 2代目飯田橋建築があり、2008年6月14日のダイヤ改正以前に設定されていた、東駅始発、終点の列車が使用していた。現在は、その留置線が使用されているかは不明だが、初電に東駅始発は工事業が設定されている。南北線有楽町線間の連絡線部分には、南北線用の留置線が5本あり、収容力が低く、 ご編成しか留置できない王子検築を保管している。そのためあたり駅始発の列車が設定されている。また、埼玉スタジアム2002でのサッカー試合、主に日本代表戦開催時に浦和美園発あたり駅止まりの臨時列車が運転されることがある。南北線ホームのエレベーターはホームの四つ屋側端,端部に設置されているが、 本来8行編成分のホームのうち、伊田橋側6、両分を使用しているため、エレベーターまでの部分は最低限の整備を施した、仮ホーム上を通行する、他の駅などの通常の仮設ホーム部は、ホームドアが設置されていないが、ここでは設置されている。有楽町線乗り場と南北線乗り場を結ぶ、連絡通路には、JR 中央線と都営新宿線の乗り換え口側に動く歩道が、 設置されている。南北線のコンコース中央には、江戸歴史散歩コーナーと称するミニ博物館が設置されており、同線建設工事の際に発掘された石材を使って復元された石垣がある。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。福駅名は大妻女子大学前。改札は地下1階、ホームは地下2階にある。本八万寄りに、 片当たり線があるが、非常時の折り返し運転用であり、現行の営業用としては使われていない。ただし、2008年に運転された、臨時列車、都営新宿線開業30周年号では、実際に東駅で折り返し運転をする際に、使用された。都庁前駅、ストム管区、市ヶ谷駅、ストム区の所在駅であり、新宿線の新宿駅、 新鮮新宿駅岩本町駅間の各駅を管理している。ただし、新宿駅、新鮮新宿駅は、京王電鉄の管轄である。各年度の1日平均乗降人員数は、下表の通り、JR を除く。各年度の1日平均乗車人員数は、下表の通り、周辺は、学校やオフィスビルが多く立地する。周辺には番長、番町。 麹町、九段、市ヶ谷などの地区がある。最寄りの停留所は市ヶ谷駅前である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。